だ。はっ、ま、余裕つが。なるほど、やっぱりあなたたちも解放地区にいたのね。それなら黎明にいた私たちのことを知っていてもおかしくないわね。あれ、でも黎明に関わっていないのにどうして自分たちが結色少女だって分かったの？アリスたち結色少女はみんなメルヒエンの血で瞳の色がピンク色に変わるでしょ。私たちも同じだったからそう思ったの。そういうことだったのね。それよりアリスも早くジャック君に会いたいんじゃない？幼馴染だものね。詳しすぎない？シャーロット、
サーロット、あなたがいろいろ知ってること、やっぱり腑に落ちないんだけど。そうね、でも説明した通りだもの。これはまさか。ええ、どうやらこの場所にもナイトメアがいるみたいね。は？なんだそりゃ。アリスもしかしてビビってんのか？おしゃべりしてる場合じゃないわ。逃げるわよ。え？これってそんなにヤバいの？今の私たちが一番出会っちゃいけない存在よ。早く、メアリー。みたいね。みんな無事に切り抜けられてよかったわ。なんだあのクソ鬼面化け物は。おしっこ漏らすとこだったじゃねえか。そうね、おトイレできるところも探さなきゃね。違う、俺の言いたいのはそこじゃねえ。なんだよあれは。説明しろ。あれはナイトメアよ、ジェイルの番人。ああやって徘徊して侵入者を見つけたらどこまでも追いかけて殺す。何それ怖っ。ナイトメアはとてつもなく強いわ。メルヒェンなんかとは比べ物にもならない。でも何より恐ろしいのは不死身ってこと。不死身だと？ええ、普通に立ち向かっても殺せない。方法がないわけじゃないけれど今は無理だから逃げるしかなかったの。ナイトメアがいたってことはここはジェイルで間違いないよね。地上にもジェイルがあるとは聞いていたけど、まさか来ることになるとは思わなかったわ。それはそうと、アリス、ずいぶんと汚れが溜まってきているみたいね。心配だわ。分かってはいるのだけど、ジャックがいないとどうしようもなくて。汚れって前にシャーロットが言ってたブラスケなんとかになるやつか。ブラッドスケルターね。よく知ってるじゃない。早くなんとかしないとまずいわね。とはいえ私たちも人事じゃないのだけど。どうするべきかしらね。
グラントスケルターはストレスが積もり積もって発生するものだから、休息や心を落ち着ける何かがあれば汚れを消せる、あるいは抑制できるはず。でもこんな場所じゃ。おい、アリス、これやるの？何？これはマッチ？今は別に必要ないけど。いいから、そいつを俺の持ってるこのマッチ箱にすりつけて火を起こしてみろって。で、その時に楽しいこととか幸せなこととか考える。いいな？いきなりそんなことを言われても意味が全くわからないわ。それにマッチに火をつけることと楽しいことを考えることは全くつながらないのだけど。細かいことはいいからとにかく吸ってみろって。最高に決まるぞ。なんだかそんな言い方されると余計にやりたくないんだけど。なあ、もういいからやれっつうの。わかったわよ、仕方ない。ただすればいいのね。そうだ、シュシュッとやっちまえ。やっぱり休息場所を探すのが先決ね。何をやってるの、メアリー。なんだよ、いきなり。マッチをアリスにくれてやっただけだっての。ほら見てみろよ。シャック、いや、私もいる。これは一体どういうこと？何を私は見ているの？この光景はジャックと約束していたお茶会だわ。なんだこの優しく甘ったるい世界は。はあ、華やかなお茶の匂い、吹き抜ける風の、なんて気持ちいいこと。私の瞳にはジャックだけが映って、そんなジャックは優しく微笑みかけてくれて、そして互いにカップを傾けて、なんて幸せなの。マッチ一本で見られる幻覚の時間はまあこんなもんだな。おい、終わりだぞアリス。待って、アリスの汚れが消えているわ。よっしゃ、予想通りだな。ストレスが原因ならそれを打ち消せるくらい最高に決まるもん見りゃいけると思ったんだよ。これのおかげで俺もストレスすぐ解消できてたしな。あれ、私今何を。俺特製の幻覚だよ。男とデートできた上に汚れも消えて最高だったろ。なるほど、あなたのマッチ、そういうことだったのね。でも確かに汚れは消えたけれど、私の幻覚も見られちゃったのよね。ああ、甘くて吐き気がしそうだったぞ。ああもう恥ずかしいわ。いいじゃねえか、汚れが消えるんなら安いもんだ。メアリー、あなた何をしたか分かってるの？そんなに怒ることないだろ。だってその他に方法もなかったわけだし。なんだよ、俺別に悪いことしてねえだろ。シャーロット、私はメアリーに感謝してるわ。だからそこまで怒らないであげて。マッチはあとどれくらい残っているの？2箱くらい。そうねえメアリー、今は緊急時だからそのマッチを使わせてもらうわ。けれど残り1箱になったら絶対に私に教えること。いいわね。嫌だね、だってシャーロット怒ってばっかだし。
せっかくいいことしたっていうのに怒られるとか意味わかんねえ。メアリー、私が怒っているのはあなたがマッチを考えもなしに使ったことよ。あなたのおかげで確かにアリスの汚れは取れた。でもその確証はなかったわけでしょ。それなのに簡単にマッチを使ったりして、私そんなあなたが心配なの。どこか自分の命をどうでもいいと思っているようで。シャーロット、話を聞いてる限りメアリーのマッチがなくなると危ないみたいだけど、何が起こるの？死ぬわ。そんな大事なものをメアリーは私に？ええ、優しい子なの。でもマッチのことに危機感を持ってくれなくて。そう。マリー、やわらけえ。もっとだ、もっと挟んでくれよ。そこに誰かいるのかい？あら、ようやく別の人たちに会えたわね。二人いるわね。一人はわからない。もう一人は、ヒツカさん。ここは安全そうね。ええ、メルヘンにも見つかりにくそうだし、休むにはいい場所じゃない？そうだろう。私たちはここをキャンプ地にしているんだ。それにしても無事な人間に出会えてよかったよ。しかも結色少女がいる。一安心だ。私たちもヒツカさんたちに出会えてほっとしてるわ。少人数じゃこの先大変だもの。それでそこの人は誰なの？ああ、こちらの方はガトーさん。私の命の恩人だ。はじめまして、ガトーと申します。こんなに多くの人に出会えるのは随分久しぶりだから本当に嬉しいよ。ということは解放地区の住民じゃなく地上で暮らしてきた人なのね。それでどうやって出会ったの？謎の少女たちに襲われた時、光さんがテレポートしてくれただろ。私たちがここにいるのはやっぱり光の力だったのね。おそらくだけどね。それで私は気づいたらここにいたわけだが、実はたまたまこのキャンプ地の近くにいたガトーさんが見つけてくれて、この場所に運んでくれたみたいなんだ。じゃあ加藤さんは自らこのジェイルの中にいたということかしらね。そうね。こんな危険な場所にどうして？それを説明するには今のこの世界のことを少し話さなければいけないな。自分はもともとメルヘンやナイトメア、それにジェイルや結色少女の研究者だったんだ。地上にも黎明のような人たちがいたのね。意外かな。おそらく他にも研究者はいると思うよ。今のこの世界で人間が生きている場所があるとするなら必ずね。対抗する手段を見つけ出せなければ生き残れない、そういう場所みたいだものね。だが残念なことに自分のコミュニティは壊滅してしまったんだ。あの悪時期の艦隊等が出現して以降なすすべがなくてね。多くが殺され、残った者もみんなチリジリに、そして自分もどうにもできず
逃げ隠れて生きることを余儀なくされ、今ここにいるというわけだ。そうだったんですね。ああすまない、暗い気持ちにさせるつもりはなかったんだ。確かに辛い、でも今はこうして皆さんに出会えたことを喜びたいんだ。だからそんな顔をしないでくれ。わかりました。あなたがそうおっしゃるのなら。ガトーさんは優しいな。じゃあガトーさん、遠慮なく聞かせてもらうのだけど、悪敷の艦隊島というのは何？君たちは地下からやってきたと言っていたね。それならば外にあるまるで生き物のような巨大な監獄島は見たかい？ええ、普通の監獄島が可愛く見えるくらいの大きさで、ツタが遥か遠くまで伸びていた塔よね。そうだ、あれが悪敷の艦隊島だ。監獄島ではなく艦隊島。誰が呼び始めたかはわからないが、いつからかそう呼ばれているね。それであの艦隊島だが動くんだ。動く？はじめはあの悪敷の艦隊島も普通の監獄島程度の大きさだったんだ。だがあいつは自ら動いては生き物や建物、ありとあらゆるものを食い続けた。そして食べた量に比例するようにどんどんと巨大化していき、ついには国までも食い潰してしまった。もしかしたら艦隊島という名前は国を潰すほどの進撃を続けるからこそついた名前かもしれない。あなたの話を聞くとその名前も納得してしまうわね。本当のところはわからないがね。まあとにかくそうやって移動し続ける艦隊島から逃げ続けた結果、地上にいるよりも監獄島の方が安全だと気づいたのさ。監獄島にいた方がマシだなんて、まさかそんなことを思う日が来るなんて。地上がこんなに大変な場所だったなんて想像すらしてなかったわね。でもまだ希望はある。こうして合流できて景色少女を見つけられたんだから、隠れながらの探索が実を結んでよかった。とはいえここが監獄島、ジェイルであることに変わりはないよ。みんなの他の仲間たちと合流するのであれば、まずはここを脱出しなければいけない。そうですね。そのためには景色少女に探索に出てもらい、私たちが生活の基盤を整えるという役割分担をしていかないといけません。異論はないわ。じゃあ私たちがジェイルの内部を探ってくるわね。アリスってばやる気ね。マジかよ、俺も行かなきゃいけないのか。君はメアリー、一緒に行くの嫌なの？違う、あのですね、今日はみんな疲れてるだろうからですね、休んでもらって、で、その間に私が見張りに行かなきゃいけないななんてですね、その思ったわけでして。なんだ、そうだったのね。私たちのこと心配してくれてありがとう。偉いわメアリー。いつの間にこんな子がいたなんて。任せてください。あら、加藤さん、険しい顔をしてどうかしましたか？ああ、いや実はさっきの移動中に懐中時計をなくしてしまったんだ。そのことを考えてたんだ。それは気の毒ですね。私もそれらしいものが見つかったら連絡します。ああ、すまない。
さて、これから忙しくなるわね。ジェノサイドピンクの件もあるし、他のみんなも心配だし、それにこのキャンプ地も改良していかないと。気持ちはわかるけれど、こういう時こそ一度ゆっくりと休みましょう。気負いすぎてはいけないわ、アリス。シャーロット、そうね、生き抜くためには休める時に休まないとね。じゃあみんな少し休みましょう。やっぱ地べたで寝るのきついって、どうにかなんねえのかよ。しかもみんなで雑魚寝だろ。誰かのいびきで眠れないとかはマジ勘弁だからな。まあな、そう文句言わないの。そうよ、こうして仲間と合流できて無事に眠れる場所があるだけで幸せなんだから。へいへい、ありがたいことですよ。私も今本当に幸せよ。なんたってメアリーと合流できたし、何よりアリスに無事出会えたんだもの。ありがとうシャーロット。でもね、その気持ちは嬉しいのだけど、私わからないわ。シャーロットはどうしてそんなに私のこと気にかけてくれるの？そういえばなぜかしらね。自分のことでしょ。そうなのだけど、本当に考えたことなかったのよ。きっとアリスに運命を感じてるわね。やっぱり人事のような言い方ね。アリスに出会えて嬉しいのは本当よ。それに人見知りのメアリーがアリスと仲良くなってくれて本当に良かったわ。まあ俺が助けてやったくらいだしな。縁っつーの、絆っつーの、そういう感じよ。えらいえらいだろ。あの時あなたが助けてくれなかったら、私はきっと死んでいたわ。本当にありがとうメアリー。困ってるやつを放っておけるほど俺も白状じゃないしな。でもシャーロットの言う通り、メアリーって初めはすごく内気な感じだったから、正直打ち解けられるか不安だったの。それがいつの間にか表現したみたいに気さくに話してくれるようになって本当によかったわ。な、それならアリスもじゃねえか。シャーロットのことをいきなり呼び捨てでタメ口だろ。あ、そういえばそうだったわ。どうしてかしら。シャーロットさん、ぶしつけでした。本当にすみません。やめてそんな接し方。今からさん付けで敬語なんてなんだかむずがゆいわ。そう、じゃあシャーロット、改めてよろしくね。ええ、よろしくねアリス。なあ、もうそろそろ寝ようぜ。そうね、休みましょうか。ごめんなさい二人とも。寝る前にちょっとだけ話したいことがあるのだけど。なんだよ、そんな真剣な口調になって。二人はあの悪敷の艦隊島って何を求めてるのだと思う？え？島だろ？生き物みたいに欲求があるみたいな言い方をされても。その通りよ、島は生きているわ。まずあの悪敷の艦隊島だけど、ガトーさんの話を聞く限り結局あれは監獄島じゃない？それでもともと監獄島というものには一対のおしべとめしべがあるものなのだけど、悪敷の艦隊島の上には
めしべとなる白い月がなかったのよ。これってどういうことかなと思って。なもんわかるわけねえだろ。もしかしたらあの艦隊島とやらは今までと全く違うものなのかもしれないわ。まだまだ謎だらけで。アリス、いろいろ考えるのはあなたのいいところだけれど、考えすぎもよくないわ。ほら疲れているでしょ。今はゆっくり休まないとね。背中撫でてあげるから。アリスも、もう起きてんのか。まだ寝たりね。でも、床が硬くてもう限界だ。くそ、背中痛い。やっと起きたわね、メアリー。ほら、出発の準備して。マジかよ、もうちょっと時間くれよ。私たちはもう準備終わってるわ。あとはメアリーだけよ。しょうがないわね。着替え手伝ってあげましょうか。自分でできるわ。子供扱いすんな。そんなこと言ったって、いつも寝相は悪いし寝言は言うし。そうそう、ゆうべなんていびきもひどかったわよ。な、いびきなんて書いてねえよ。なら本当よ。私もアリスも思わず起きちゃったんだから。なのにメアリーったら一人だけ気持ちよさそうに眠ってるんだもの。死にてメアリー、落ち込むのは後にして早く準備を。アリス寝不足のようね。もしメアリーのせいだったらごめんなさいね。あの子も疲れてたからね。ううん、そうじゃないの。そのいろいろと心配で。ジャック君ならきっと大丈夫よ。シャーロット、あなた心が読めるの？あ、いえ、他の人の心配もしていたのよ。今は確かにそのジャックのことを考えていたけれど。別にジャック君の心配をしていいのよ。一番大事な人を思うことが悪いことなわけないもの。元気出たわ。寝不足なんて全然平気よ。それじゃあ二人とも、今日は打ち合わせ通りに無理しない程度の探索に行きましょう。他の人や食料が見つかるといいわね。メアリー、分かってると思うけど、マッチは使いすぎてはダメよ。はいはい、真面目に言ってるのよ。ちゃんと聞きなさい。わかったよ。そんなに怒るなって。